こんばんは。東大阪新聞チャンネルの時間です。7月の第3週は私、東大阪新聞の社長をします、小野元裕がキャスターを務めます。今夜はゲストとして米丸淳二さんをお招きして、ほぐれてやひょうたん山店10周年という、テーマでね、お話しします。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。あの、ほぐれてや、ほぐれてや、はい、ひょうたん山店の、はい、ひょうたん山店米丸です。あ、米丸です。あ、これちょっとあのやることになってます。すみません、失礼しました。やらせていただきます。あの、一応あの流行ってるんで、僕の中で、あの店の中で流行ってます。マイブームですね。マイブームいや、あのこのひょうたん山店行ったらね、はい、これで入り口入ったらもう東大阪新聞の紙面がベタベタベタっと貼って、でこの、東大阪新聞の、はい、チャンネルの、動画を写真にしてね、写真にしてベタベタベタって入って、めちゃめちゃ使わせてもらってますんで、なんかめちゃ恥ずかしい、ね、いやいや、もうめちゃめちゃありがとうございます。もうめっちゃ使ってますんで、はい、米丸さんとこ行ったら、はい、時々有名人になった、芸能人になった気持ちでね。いやいや、めちゃめちゃ有名人ですから。もうそのひょうたん山店に入ったらね、はい、有名人になります。いやいや、ありがとうございます。嬉しいです。これあの、はい、今日はちょっと入れ立ちものすごいですね。皆さん、あの赤い T シャツと赤いシューズ、なんかちょっと、例えばオリンピックのリオ、あ、気づきました。はい、気づきました。はい、これマークが、実はオリンピック応援 T シャツなんです。そう、オリンピック応援、おめでとうございます。いや、今これ放送7月15日の放送です。もうオリンピックもう1週間、そうです、ね、10日後、1週間じゃないか、4月23日から開幕しますんで、そうですね。で、僕あの陸上のね、はい、オリンピック代表選考会日本選手権見に行ってきたんですよ。見に行ってきたんですね。見に行ってきて、見に行ってきた時に買って、うん、で、ちょっといいですか、ごめんなさいね、まあ、ちょっと話してるけど、どんどん、これ僕ね、あ、今年もなんか作ってくれる、男子 100m、はい、僕も陸上やってたんですけど、多田選手が1位になって、代表オリンピック男子 100m 確定して、で3位の山形、めっちゃちっちゃいけど、ちょっとあの席が結構上の方ってめっちゃちっちゃいですけどね、これ多田選手、山形選手、はい、で、多田選手ってこの方なんですけど、これね、ちょっとこの社長、あの多田選手ね、実はひょうたん山店近くの石切中学出身なんですよ。これ、そうですか、知らなかったです。そうなんですよ、石切出身ですか。これ、誰かほら知り合いがいますよね。あのね、今何歳ぐらいですか。今はね、25歳やったかな、あのお客さんが駅で多田君見かけて、多田さん、多田さんって手振ったら、多田選手こうやって手、あーって気さくに手振ってくれるという。そうですよね。めっちゃ地元なんですよ。25歳だらまだ学校出た、小学校出てすぐぐらい、ね。まあ、そうですね。いやいや、我々だったらなんかもう小学校とか中学校遠いですけども、そうですね。まだ6だからね、なんか割と知り合いがいますよね。だから、お客さんが結構ね、見かけて、で陸上部のお子さんを持ってるお母さんとかがめっちゃ不安で、めっちゃ店盛り上がってるんですよ。多田さん代表になった言うて、もうずっと念願の多田選手初優勝で、オリンピック 100m、 まだ店なんかバーッと張って、そうですね、もうちょっと応援しようかなと思ってますね。それで、そういうことなんで、一回取材行ってください。東大阪新聞、多田選手に、多田選手もうすごい代表、ちょっとアポイントを入れさせてもらっていいですかね。この人、もうぜひ、これ誰にどうアポイント取ったらいいですか。今もすごい選手で頑張ってますね。アポイントを取って、そうですね、言われてんじゃん、頑張ってますわ、はい、そしたら、皆さん、米丸店長にアポイント取っていただきますんで、東大阪新聞で、そうですね、取材に、取材に、もうちょっと僕も一緒に行かせていただきます、多田選手、ちょっと皆さんでもね、まあ、皆さん応援してるんですけど、まあ、全員応援はしてるんですけど、もし、ね、優勝とかしたら、オリンピック終わったら、ここ来てもらったらいいんじゃないですか。そうですね、ここも、東大阪新聞チャンネル、絶対、ね、石切とかやったらね、そのまだ先生とか残ってるん違います、教えた先生とか。そうですね、それはもう、まだそうだね、ねえ、まだ残ってる。中国からでも、どうやろうな、もう、ちょっとそこまでわからないですね。ね、まあ、そういう東大阪の人いてるので、そうですか、僕らも応援せないからね。はい、そういうことです。すみません、ちょっと流れましたけど、はい、そういうことですね。なんか、2枚来てないあのね、前来てた、一応ほぐれてる陸上部、見えます。こっち強化、こっち強化、めっちゃ回ったんですよ。だからもう、こっち来たかったけど、もうタイム的にもうオリンピック始まるし、
もうやっぱりこっちも、うん、あのこっち来た2枚来たって感じ。なるほど、一応こっちで来たんですけどね、はい、だからあの靴もおかしい。靴おかしいじゃない、ね、ちょっと今あのなんかねあのオリンピック の代表の日本選手権で見て、はい、盛り上がってしまってちょっとトレーニング、はい、僕もウォーキング通勤で、それなんていうこれ旅これ言いますか。いや私ねあのソーソーというあの京都で SOUSOU とか、ね、旅シューズ履いてありましたね。履いてるちょっと違うかなと思って。これはそのまああのどこのメーカーですか。これあの丸子さん。丸子っていうところです。あの僕は前の仕事が陸上競技専門店のシューズの店に仕事してたんですよ。ああ。これ陸上競技用ですか。僕で競技用ってまあランニング用は一応ランニング用なんですけど、一応中もあのオーダーメイドの品種なんで。中身仕事です。いや中身です。はい、これ僕前のオリンピアサンワーズってお店で、はい、あの働いてたのであのホグレートの前に。そうですか。でそれもまずこれを見せるとあの これね中がこう、はい、えこれね中は僕の足型になってるんですね。こう僕のこの足を測定して僕の足に合ったシューズで指もこう動くという。やっぱり私は今自信入るけども分かれてる方がしっかりこう踏み込む、ね、そうですね。親指がね、うん、どうしてもこう狭まってしまうっていうか、うん外反母趾とかなったりする方多いんですけど、できるだけ指動いた方が、あの、で、膝が前に向いたのが、あの、走りすぎて右膝がちょっとまだ慣れきてないんで、まあ、もう大丈夫なんですけど、まあ、それを鍛えるためにも指を動かした方がいいということで、まあ、こういう手術で日頃ちょっと歩いて通勤したりとかで鍛えてるという、そうですか。そういうなんか、あの、ね、またマラソンもね、ちょっと出ようと思って頑張ってるんで。オリンピックですか？オリンピックもそれは絶対ですけど、また来世で見てます。来世、今世は、野球とかでも、ちょっと年いった人がやってる野球ありますやん。ありますね。ああいうので、ちょっと、ゴールデンオリンピックとか作ったらどうでしょうね。ゴールデン、あ、シルバーっていうだけと。あの、まあ、マスターズとかもね、あの、年齢いった方の試合もありますよね、陸上。なんかそんなね、今はこう100年時代なんでね、あの例えばですね、あの陸上選手のね、あのオリンピックの資格としてゴールデンオリンピックの資格としてね、年齢50歳以上とか、ね、あのそうね、あの年齢50歳以下は出れないとか、ね、はい、あのまあマスターズっていう試合が多分陸上でもいろんなスポーツでありますね、年齢何歳以上ってやつがありますからね。だから例えばレスリングとかも優しいですよ。お互い50歳がしんどいからちょっと加減してこう投げようかね。いやでも年配の方めちゃめちゃ元気ですもんね今。あ、お客さん来られてもやっぱり何かやって運動してるとか、はい、70代80代の人がゴルフやったりいろいろやったりで、まあ、体をメンテナンスしたいって気ありますので。それと今あのちょっと話違いますけども、はい、パーソナルトレーニングでね、はい、先月取材ここで、この登場いただいたんですけど、はいはい、流行ってますよね。あ、パーさんそうですね今。あれいつぐらい流行ったんですか。いや、だから僕もジムまあ、これキックボクシングで、うん、ちょっと何回か行ってるんですけど、そこもパーソナルでやっぱりトレーニングしたりとか、まあ、全体のやつもあるんですけど、あれ昔はねそのパーソナルトレーニングってなかったですよね。あ、そうですね、そうね、ちょっとライザップさんとかね、ちょっとあそっから始まってるんですか。結構ね、そういうなんかね、僕も詳しくないですけど、そういうのでちょっと今パーソナルジム、ね、いや結構街歩いててもね、パーソナルトレーニングジムとか履いてるんですね。で我々、もうちょっとこう、学生の時なんかはスポーツジムとかね、そうですね、とか普通のスポーツジムですね、ありますね、はい、それがなんかパーソナルが続いてるね。そうですね。パーソナルスポーツ。まあアドバイスやっぱりいろいろ受けた方がね、うん、皆さん一人一人やっぱ違うから。ありますね、その体もね。だからお客さんでもやっぱり一人一人もう全然違いますしね。やっぱりその頭ね、揉みほぐしものすごい、でまあ頭痛持ちで時々お伺いするんですけどね。はい、そうですね。やっぱ違いますもんね。あ、もうこのすっきりしますもんね。そうですね。もう頭ほぐし、今やっぱり、ね、あのスタッフも今増やしてできる人、そうですか。めっちゃ予約入ってますね。やっぱりあれですか、コロナでそのテレワークとか家でいるから疲れてるんですかね。うん、やっぱりテレワークの方も肩が前になる方、仕事でこうなると。こうなるね。まあ、パソコンもそうやし、こうね、料理も何でもそうですけど、仕事も何でもそうですけど。
みんなこうなるんですよね。まあファイティングポーズですよね。あファイティングポーズになるから肩甲骨グッと前に出るから、それで首にも負担かかって頭の、ほんで肩と首と頭皮はつながってるん で頭皮ガチガチになってくるんですよ ね、 頭皮ガチガチになると睡眠しても、まあ、頭蓋骨前もちょっとこう頭蓋骨でピンポンポンポン動くんで動き悪くなって、寝てても脳の疲労が取れないから、なんか寝てもすっきりしない、朝起きてもしんどいっていうのを繰り返してもんで、できるだけ、まあ、肩もほぐして、ね、小学生でも頭痛の子を、いや、まあ、そうですね、増えてるんで、小学生なんで、そうですね、小学生が頭痛外来に行ったりね、ありますね、あのめっちゃ効きますね、こうやっぱりそうですね、こうなんかゲームスマホこんなんね、いろいろこうブチブチ多いかもしれないですよね、だからできるだけまあこれ皆さんコーナーこれもめっちゃ今めっちゃ売れてるんで、これまたもう一回ちょっと紹介します。これ快眠ポール、うちのオリジナル商品なんですよね。これ今もうめちゃめちゃ売れてます。みんな使ってもらってますしね、この前来た方、使ってある方、痩せはったんですよ、快眠ポールで。快眠ポールで、あれあの方、いやもうちょっと女性の方でね、だいぶ2ヶ月ぐらいかな使って、めっちゃすっきりしてある。なんでかってこれね、見えるかな、使い方ちょっともう一回、ちょっと全然今日予定とちゃいますけど、いいですか、これね、いつもこんな感じ、基本は縦乗り、こうやって乗ってもらうんですよ。これ縦、皆さんこう乗ってください、こうやって、はい、力抜けば抜くほど背中周り、背骨周り、肩甲骨周り、筋肉こぼれるんで、まあ、映ってますかね、これで、これゆらゆら、左右ゆらゆら運動してもらうといいんですけど、まあ、いろいろやることなんですけど、肩甲骨ね、皆さんやっぱりこう前になるから、これでできるだけ動かしてるんですよ、こうやって、あ、その状態で動かすんですか、これで動かしてるんです。まあ、乗ってるだけでもほぐれます、乗ってるだけ、だけどこれでね、ちょっとこう動かしたりこうしたり、ちょっと肩甲骨をこう上にこう開きしてみたりですね、あと前慣れ運動、肩甲骨を動かしてもらうと、肩甲骨の周りに褐色脂肪細胞ってね、いっぱいあるんですよ。それが痩せる細胞なんですよ。だから肩甲骨が硬いと痩せないかもしれないです、痩せにくいかもしれないんですよ。だから肩甲骨を動かすと痩せやすい体質になりますから、ダイエット目的の方でもいいと思います。そのね、女性の方ほんまにすっきりしちゃったんで、まあほんまにね、これおすすめ今してるんで、もう僕 なんか僕にあったらみんな米丸さんこれ勧めるって言うあるけど、ほんまにいいんで、これちょっとぜひ使ってください。オリジナル柔らかい面、硬い面と2面、オリジナルの面、これやってて気持ちいい。これこの辺スポーツ選手も使ってますし今、はい、今日もうすでにこうお話ししたいことが盛りだくさんで用意されているね、どうぞ、たくさん書いてるんで、そうなんです。今日何からお話しますか。今日ね、10周年ということで、はい、また皆さんね、映画作ってきてみますよ。またまたして、今前のほぐれた表談まで10周年ということで、おめでとうございます。ありがとう。あ、そうや、先に10周年、いや、ちょっと先いいですか、はい、先言っとこう。東大阪新聞90年ですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。どうぞ。皆さんいただきまして、ありがとうございます。どうぞ。産経新聞見ました、産経新聞。あ、撮ってますもん、これ。そうですか、ご覧いただいて。見させてもらってね。どこだったかな。ね、90、あ、これ、もう、これ、見てください。米丸店長に PR していただけるとは。いや、90年って、老舗旅館じゃないですか。ちょっとびっくりしてね。はい、そんな長いんですね。でも、だからもう6代目なんです。あ、そうなんですか。6代目です。すごい。実はこれ来年。でそうね、来年、僕らちょっと感じが早まってね、今日呼んだら来年やった。はい。ごめんなさい。来年。いいですか。ちょっと早まって。来年までこう。来年は枯れないように。あ、後ろ置いておきますわ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうことでね、バタバタしてますけど、うち 10年ってことは9分の1だから、まだまだやなと思って、そういうことを言いたかっただけです。まだ10年なんで、これから大変ございます。頑張っていきますということで、はい、ほんで、3つのこういう、はい、1つ目は、1つ目がね、はい、店内全面抗菌しましたってことと、あと、アロマでお疲れ診断。
あと3つ目が新しいほぐれ手当ということで、このちょっとこれを ご説明いただいていいですか。一番上は分かりそうですよね、まあ、店内設定ですね、はい、店内ですね、どこかな、これか、店内ですね、あのナノゾーンコートというのがありますよね。ナノゾーンコート、ナノゾーンコート、光触媒抗菌コーティングというのをうちやりましたんで、これ実はあのうち の, あの会社、オルソグループの中にそういう抗菌事業ができましてね、あのこんな感じで今やってますけど、店内全部全面コーティングしました。こんな感じで全部ね、これあのこれ半永久的にコーティング使えるんですよ。ほんで、あとはコロナの菌も、あのコロナのウイルスもこう、まあ、死滅するということがデータで実証済みなので、あのこんな感じで全面やってますので、でこれはね、あのピタライズってあるアピラチススタジオの、快眠ポールもこうやってコーティングつけてます。まあ、うちもあの見本やってますし、あと、まあ、こういうジム、スポーツジムとかでもね、あそう、スポーツジムもやってますもんね。あと、いたあるあそうそうそう、キックボクシングの 3K もね、こっちも、あそうですね、こっちも、ね、快眠ポール、こうやってやってると、ほんで、防臭効果もあります。うちの店内も匂いがしなくてすっきりした感じですか。で、これまたぜひ、あのヨガマットのね、大阪、うちの客ですね、大阪抗菌サービスというのをお問い合わせでありますので、一応抗菌、抗菌防臭、こういうですね、ちっちゃいですけど、こういうあのシールをいただいてまして、こういう感じで今だから皆さん、あの安心して来ていただければ、あのこれチラシこうなります。で、あの例えば車の中とかもコーティングできますし。あ、そうですか。お店だけじゃなくても、これまで、あの、いろいろやってます。店だけじゃなくて車の中もできるんですね、はい、大阪抗菌サービスですね。これどうですか、まあ、何かあの、ね、あの抗菌したい方は言ってください、はい、ということで、一番目がそれです ね, ですね、あとですね、はい、2つ目がアロマでお疲れ診断というのは、アロマでお疲れ診断、はい、これちょっと、アロマどうですか、それは何でしょうか。そうですね、でうちアロマオイルっていうのをオリジナルで作ったんですよ。あ、そうですか。あの本町の睡眠のスタッフ の,、はいはいはい、の店長さんが、おで去年アロマ持ってきてるんで、はい、あの画面にはなかなか香りがいかないですけど、その、ね、雰囲気が今のものですね。すみません、窓を出した、窓も出してますけど、あの、はい、すみません、あ、ちょっとあの今ただいま探している途中でございます。そういうことを持ってこられたらどうですか。すみませんね、あのちょっと時間あのアロマをですね、こうブレンドアロマです。あのこうやって作ったんですよ。で香りをね、3種類、まあ、あのどれも眠りにいいアロマです、あのリラックスするスリープアロマ、ブレンドアロマなんですけど、ちょっと3種類嗅いでみてもらいます。こっちからでも、はい、でね、どの香りが好きかちょっと変わっていただいてですね、まず3からね、はい、3ね、こうかな、3ですね。あ、 3が好きですか、はい、あ、3、やっぱり3ですか。やっぱり3ですか。あのね、3が好きな方は体が疲れ切ってガチガチかもしれないです。やばい、あのね、まあ、そういうね、あの脳と嗅覚で直結してるんですよ。あ、そう。だから脳がこの香りいいなって感じる、本能的に感じるってことは、その香りの特性を体が要求してるってことなんです。3番はあのね、実はね、あのハッカとかクールミントでユーカリとか、はいはい、筋肉をこう疲労に効果になるものが入ってます。だからちょっとスッキリするでしょ。
ちの姪っ子に言わせたらヤバって言うんですヤバ今あの女子高生はヤバって言ってるでしょ、はい、いやあヤバそうですグッとくるでしょだから一番いいですまああのそうかもしれないってことででも香りとの直接してますんでねでこういうだから、今あの頭ほぐしの方にちょっとさだからできたらこのさこれはアロマオイルですよねでミストを出すんでミストを出せばあの頭ほぐしの時にこれちょっと香りってもらってるんですよだから今度来られたらこれ一回香って3番香っていただいてそれで脳がねそのリラックスした時の香りと脳がその直結するんですよこの香りで体がリラックスするっていうのが分かって夜寝る時にもう一回振ると不眠の方とかが、まあ、その香りとそのほぐれてやり合った頭ほぐしのリラックスを思い出して快眠につながるということで今これで3種類できたら、まあ、買ってもらうといいんですけどその日の体調によって好きな香り変わるんで変わるんですかあのだけどまあ結構好みもあるんで好きなのも買ってみてももしよかったら3本とも1本が1980円こっちも1980円こっちはだからオイルの方ですね。オイルも1980円。こっちもミストも1980円です、はい。税込みです。だから使って、まあ、こういうのがね、これほんで作ったんですよ。うちの睡眠あれでしょ。睡眠と本町のあのグループ会社ですね。大久保店長さんが作ったのこの方です。もしこれ今これ大久保店長さんに頭揉んでもらったことありますわ。あります。めっちゃこの人もっとエステティシャン。ほんで今めっちゃ人気で人気っていうかあの睡眠のスペシャリストででこれあのテレビ出演した時ですこれ2人祇園さんっていう祇園さんやったかな芸人さんあの決めつけってこんな番組にテレビこの前まあ取材めっちゃ来てるんですよ睡眠ってあのチチンプイプイとかお部屋を今確かにね睡眠障害の人多いんですよね そうなんですねだから今あのこの方あのテレビちょっとテレビであのこうやってちゃんと祇園さんと共演さんこんなあの演技もされて何て書いてますか睡眠の質に問題があるかもしれないですよってこうやってあの演技されました睡眠のやっぱ質が大切なんですねそうですね あと睡眠がですね、はい、7月にちょっと5周年になります5周年です睡眠さんあ本町の睡眠ほんでね、55キャンペーンということであの快眠福引きイベントって福引きあります。7月1日から7月3日。これ放送が7月15日やからちょっと半分過ぎてますけど、福引きするとこういういろいろ当たりますし、クーポンもあるかな。なんか割引クーポンとかもありますので、あの水分さんもぜひあのこれはトップペッパークーポンもねありますので、よかったら本町行ってみてください。まあそこで僕も研修に行った玉串を覚えて。なるほど、はい、それでやってあるんですか。そうです。でこの大久保店長はもうめちゃめちゃベテランすごいスペシャリストなんで一回受けに行ってもらうとあの完全個室うちはカーテン個室なんでね個室でもちろんリラックスできますので、うん、それがねあのアロマだからそのオリジナルアロマと快眠ボールこれもオリジナルなんですけど、はい、こういうのを今やってますので、はい、次3番目は3番目これすごいでしょ新しいほぐれ手新しいほぐれ手これどういうことですか新しいほぐれ手ですね実はですねじゃんはいほぐれ手やプラスほぐれ手やプラスというお店ができました新しい店ができたそうなんですよどこにできたんですかですねね天下茶屋にできましたあ天下茶屋ねはい天下茶屋、はい、わかりますわかります天下茶屋どこだかなこれほら3店舗目ですよね天下茶そうです3店舗目なんですよねこれね実はね実はですねもともとうちのグループの広新旧整骨院整骨院がリラクゼーションのメニューを倍増したんですよだからいてはる先生がもう治療科の先生がいてるんですよなるほどだから新旧の先生とか指圧の先生とかだから治療もしながら、5分前早い治療もしながらリラクゼーションもできるというほんで名前をちょほぐれ手プラスに変わったんで普通ほぐれ手や氷田山店とか、はいそうですね、もう一個のところは何だかな行きました私ほぐれ手や、はい、あっ羽曳野店羽曳野店
そこはもう完全にリラクゼーションのお店なんですけど、こちらはもともと資格を持った先生がいてあるんで、だからほぐれてやプラスっていう、ね、はい、プラス治療もできるし、プロの治療科の人に治療もできるしリラクゼーションもできますと。なるほどなるほど。でその治療科の人からね、うち高槻にもですね、ヒロ整骨院って言いましたね、これ栗林先生ってうちのすごい先生が来ました、ね、これ自律神経にかけてのはですね、もうスペシャリストの方、自律神経調整する今ね多いですよね、自律神経失調症とかね、はい、ほんで睡眠改善のスペシャリストがありますし、これはまあちょっと高槻ですけど、ちょっと来たこの写真、来たこの写真こんなんありますけど、これもうちのグループの先生で、なるほど、はい、こんなんもありますけど、いろいろ頑張ってますので、はい、ほぐれてやプラスでしょ、新しいほぐれてや、新しいほぐれてやです、これだから3点目ごめん、効果も治療もできるという、治療で治療これはね、高槻阪急京都駅から神巻駅、ね、神巻駅から徒歩2分ぐらいですので、ね、これも見てください。はい、だいたい情報提供こんな感じでなかなか面白いでしょ。はい、でなんか前回も収録終わった後喋り足らなかったんですよね。あれを忘れたとかいろいろ言ってましたね。マンションがもうほとんど、そう実は氷田山にマンションが、できるんですね。その横にあるんですよ。どこにね、これだからほんまに、ちょっともう窓ガラスでちょっと今年の12月完成するんですけど、あれ、マンション元なんでしたかね。元はね、長崎屋が、長崎屋元前か、次は関西スーパー、関西スーパー取り壊してできてます。ほんでで、この、マンションの横にあるから新しい試みがあるんですね。新しい、はい、冷蔵庫を買ったり万台ができるんですよ、近くに、うん、万台ができるんで、そこで買い物したお客様用に冷蔵庫、大きな冷蔵庫買ってますので、じゃあその、魚とか肉とか買って野菜もね、野菜とかね、はい、家に帰ってしまったら また出てくるのしんどいからね。で、その隣で、揉みほぐしして、そうですね、でそのまま帰れると、帰れます。で、ここにね、僕らゴーヤーめっちゃできてるんですよ。ゴーヤーを作ってました。時間あるから、もうすぐですよ。ゴーヤーもね、はい、できちゃう、すごい、お、こんなゴーヤーですよ。ほぐれての前、ゴーヤーできてますんで、ゴーヤーできますよ。それは皆さん食べてるんですか。これ、スタッフで食べたり、ほんでスイカもできてるんですよ、これ見てください。スイカもできてる、すごいでしょ。もう終わりますよ。今日盛りだくさんですね。ゴーヤの話から、お、ごめんなさい、ものすごくいいじゃないですか、これゴーヤというから、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいでしょ。ゴーヤ、これあれですよね、沖縄の料理、あ、そうです ね、ゴーヤ、ゴーヤチャンプルとかね、こんなんも、あ、ただもう7月15日やから、あ、またできてます、またできてます、ぜひ見に来てください。はい、スイカも多分大きくなってると思うんで、皆さん、ぜひほぐれて屋の前で。これ誰が栽培してるんですか。これ僕店長自ら先生とやってます。うまいんですね。うまくできますね、これね、結構、まあこれ食べます、なかなか難しいんちゃいますか、こんな。いや、まあもうでも3年、4年ぐらい毎年やってます、いろいろ。野菜、そうですか。それもね、見に来ていただいて、皆さん、いつも夜行くんでね、暗いから分からなかったですよ。そうね、ゴーヤのとこにイルミネーションもしてますんで、近々夜は光ってます。あ、そうですか。はい、はい、はい、ね、だいたい行くときは頭痛いからね、もう早く直しようと思って。そうですね、それちょっと疲れ切ってますからね、うん、疲れ切って行くんで、それはちょっと気持ちを整えて。そうですか、ありがとうございます。食べてください、今夜おかずに。じゃあ、はい、ありがとうございます。最後なんか時間ですね、はい、だからね、今もうね、終わりですけど、まあ今オリンピックも始まりますけどね、僕らほぐれた日本代表選手をしっかり応援してますので、ただね、この日本代表選手はもうなんかめくる、お、こうね、テレビ風で、テレビ風にみんな全員ですから。あ、なるほど。日本代表選手はみんな全員のことですからね。だからみんな全員僕たち応援するので、ぜひほぐれた氷田店来てください。うん、まあね、スタッフ募集してますし、そう、今
すごい人気があってね、スタッフも足らなくなってきてるね。あのね、そうなんだけど、ほんまにね、ちょっとお客さん電話を持ってもお答えすることもちょっと度々あるかもしれないこと状況になってますので、皆さんちょっとコロナ疲れで疲れがたまりきってあってね、しんどいと思うんで、ぜひ、まあ、みんなあって頑張ってますので、ぜひ疲れを癒しに、免疫力アップにね、コロナの戦いのために。やっぱりこの疲れて、そのまま食よりも、疲れてこのほぐした方が免疫力が上がるんですか？上がるんですね。やっぱ疲れてると、やっぱ血流も悪くなって免疫力下がるんで、で睡眠もなかなか、アトレーの余計に上がるんで、体もほぐして、頭もほぐして、睡眠もよくして、しないと、やっぱりね、まだまだコロナと戦っていけないといけないし、そうですね、オリンピックも応援しないといけないし、そうですね。先日亡くなった笑う会中会だ藤田浩一郎先生はね、免疫を高めることがものすごく大切だと。でその一つが腸、ね、腸内をちゃんとすると。であとは気持ちをね高めるということが大切ですね。いつもテンション高いからね。いやそうですね。僕らもだから癒し元気笑顔をですね、やっぱり癒し元気笑顔。こうやって癒し元気笑顔をね。これこれいつもテーマにしてるんですけどね、癒し元気笑顔ですね。これを癒し元気、下に何か英語を書いてますね。リラックスファイトスマイル英訳、英訳ですね。英訳したらあ、背中これ見せなかった。おグーちゃんとグーちゃんマークもやってますね。グーすごいでしょ。この時間いけるのか、中にちゃんと入ってますね。グーちゃんマークね。あ、なるほどなるほど。見えてますか？見えてる。リラックスファイト、リラックスファイトスマイル。だから癒し元気、この元気が癒しリラックスでスマイル、笑顔はスマイルだけど、元気はファイトなんですか？元気の英訳が思いつかんかったんでファイトになったっていうだけなんですけど。あ、そうなんですか。なんとなくなんか合ってますよね。合ってないかな。元気ファイト、ほんま多分外国人の方聞いたらファイトでないやろって気はするやと思うんです。まあリラックスファイトスマイル。我々子供の頃はリポビタンデーのね、CM でファイトファイトイバーとかね、それ感じ、元気ってファイトって感じです。それをこの癒し元気笑顔を与えるのが僕はセラピストの仕事だと思っているので、皆さんぜひ来て体癒して元気になってください。全力で頑張ってますので、はい、はい、これからまあ10周年を迎えたということで、そうなんです、はい、3つのね、はい、今日は特徴を掲げていただきましたけど、はい、まあ、ご本人のこれから、まあ、はい、この法令亭に入られて10周年ですか？あ、僕はね、1年ぐらい、僕は9年目ぐらいですね。まあ、9年目ぐらい、はい、ご自身のまあ抱負、はい、これからね、あ、そうですね、法令亭の、まあ、この辺の話を最後ちょっと。あ、そうですね、もうさらに技術を磨くのとですね、やっぱりお客様を増やして店を盛り上げて、うん、行きたいんですね。ほんで僕自身も元気にならなあかんと思ってるんで、いつも元気じゃないですか。それいつも元気で、もっと元気だから、マラソン今調整してるんで、はい、また大阪マラソンはちょっと今年どうなんかわからない。前ないかな、大阪マラソン出てはるもんね。そうなんですよ。ほんで3時間51分がベストなんですから、3時間51分、ちょっとね、そこをさらにまだ切りたいなと思ってるんで、そのためにやっぱり毎日頑張っていきたいなと、自分が元気になっていきたいなということで、でお客さんもにもこの癒しを提供できる自分にまずなってきたなと思ってますか。よりまる店長とおったらね、はい、こっちもテンション上がってくるんですね。あれです。いや、こっちも上がりたい。テンション低い時もあります？ないでしょ、あんまりないかも。あんまりないですね。いや、そんなことないですよ。しんどい時もありますから。あります。しんどいのないですよね。それを奮い立たして。そうです。しんどい時はね、ポーンってこれ乗るんですよ、紙ボール。バーン、もうしんどい今日って。あ、やっぱ静かに何にも考えずにまず紙袋バーって乗ってもらうとね、体が自然とリラックスするんで。これちょっと値段も、あ、値段がね、9,900円。まあ安いですよね。安い、9,900円で、ね、2000円でね、まあ、一生ね使いますし、これ耐久性もありますし、うん、ね、ぜひ使ってください。これ実はね、もう一本私いただかないといけないんですけども、はい、この前ちょうどね、はい、私の師匠の、福山さんでね、脳梗塞になって、はい、リハビリしててね、なんか背中が痛いと、あ、でそれ聞いたんで、はい、これプレゼントしたんです、私のやつ。あ、まあ、言われましたね。だからプレゼントしたんですか。うん、使ってみてって、はい、そのままプレゼントしたんですね、はい、調子がいいと、はい、いうことだったんで、はい、また私もこれね、あ、一本一本もうぜひまた用意しておきます、ね、リザーブしてください。、はい、用意しておきます。ありがとうございます。お願いします。では今日は、ね、はい、
もう最後なんかイタリアのことで。もうあの大丈夫です。見回してないですか。いやもう今日ゴーヤは渡しましたね。はい。ゴーヤもいただきました。皆さん全員が日本代表いましたね。大丈夫です。はい。もう大丈夫。はい。では最後締めます。はい。ありがとうございます。今日はですね。はい。ほぐれ亭や氷炭山店の店長米丸淳二さんにお越しいただきまして。テーマはほぐれ亭や氷炭山店10周年というお話で、まあ、ちょっと駆け足でね、申し訳ございませんでしたけども、たくさんの情報がありましたんでギュッと縮めて30分お届けさせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。